この赤の。そっちが家まで来いよ。荷物なんだよ、その荷物。今日だからわざわざ来てんねん。すぐ帰ってもらうことになるけどな。いいよ、別にこの後飲んで帰るから。名前は強制ちゃん。何その名前、どういう名前なの。マジで絶対言われると思ったし。これはでもしょうがないじゃん。それはそっちの責任でしょ。200万回聞いてきた。俺たちの問題じゃないよね。お名前の理由は歯強制してるから。じゃあ途中で強制終わったら解明するってこと。強制ごちゃんとか。強制ごちゃんになる。